須訪正幸は日本の映画監督、脚本家、大田出版監査役、東京都目黒区に生まれ、その後川崎で過ごす。幼少時は野球好きで野球をするために中学はわざわざ遠方の武蔵工業、大学附属中学校、高等学校に進学した。しかし中学2年生の時に肘を痛めて野球の道は断念した。 高校卒業後に2年間同人生活を送る。1981年、立教大学文学部通文化財学中に、非常勤講師として来ていた、はすみ彦の講義、映画表現論に出会い、卒業後映画監督を目指す。その後、イメージフォーラム映像研究所に進みながら、高橋万明、若松孝治、伊津和幸といった監督の下で助監督として、 修行を積む。1984年に、小津康二郎へのオマージュを含んだピンク映画、変態家族兄貴の嫁さんで監督デビュー。朝日新聞でハスミがその年のベスト5に挙げた。その後、矢島周平名義にて、ピンク映画に関わるが、1989年のファンシーダンスで一般映画に進出。1992年、四股踏んじゃった。1九十八年、 シャル・ウィーダンスで、日本アカデミー賞。1992年には、山地文子文化財団特別賞も受賞。1993年には、アルタミラ・ピクチャーズの設立に参加。1997年7月、シャル・ウィーダンスの全米配給で、関係の生まれたミラマックスと、以後の映画制作に関する、ファーストルック契約を結ぶ。 2007年に、太田出版の監査役に就任。映画、マルサの女の、メイキングビデオの演出を行った関係で、古、伊丹十三監督の名前を冠した伊丹十三賞の、選考委員を行っている。2008年、それでも僕はやってないが2007年度キネマ旬報、ベスト10、日本映画部門の1位に選ばれる。2009年、草刈民夫と共に、 第2回プラチナ夫婦アワードを受賞。2011年6月に発足した新時代の刑事司法制度特別部会の委員に選ばれ取り調べの全面可視化しか証拠の全面開示、人質司法改善することを主張。2013年終わりの新宅で毎日映画コンクール日本映画大賞を受賞した。翌2014年山地文子映画賞において 第31回文化賞を受賞した。2016年、春の四受報賞を受賞。2018年3月13日より、立教大学ズ撲部ーブの名誉監督に就任している。幼少の頃の野球好きから、現在でも東京ヤクルトスワローズの熱狂的ファンで、ある。映画テレビドラマオリジナルビデオミュージックビデオ。ありがとうございます。